池田照正は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。美野池尻城主、道大垣城主、道岐阜城主、三河吉田城主を経て、針馬姫路藩の初代藩主となる。姫路城を現在残る姿に大規模に集築した、ことで知られる。奥の小山が最初に城主となった、木田城石、池田照正肖像 A67 年、織田信長の重臣。 池田恒興の次男として、尾張国清須で生まれ、幼名を、古新と言った。元服してからは、実名、テルマサを称した。実名、テルマサは、慶長十二年うるう四月九日まで確認され、七月三日からは、実名、テルマサに改名していることが確認される。父や、兄、元助と共に、信長に仕え、テルマサは、信長の禁止となる。天正元年。 母方のおじ、荒尾義久の養子となり、木田城主となる、荒木村重が無本を起こした有岡城の戦いでは、天正七年十一月に、父と共に、摂津倉橋に、在陣した。天正八年の花熊城攻略の際には、北諏訪が峰に布陣し、うルー三月二日に、荒木軍の武士五六名を自ら撃ち取る工業を建てた。その軍港により、信長から感情を授けられた。 天正十年二月、兄と共に、公衆性伐に出陣する。同年六月、本能寺の変で、信長が明智光秀に死されると父兄と共に、橋場秀吉に仕え、同年十月十五日、秀吉が京都大徳寺で信長の葬儀を催すと、照政は、橋場秀勝と共に棺を担いだ。天正十一年、父が美の大垣上司となると、 自らは池尻上主となった。天正十二年の小牧、長久手の戦いで、父の常沖と兄の元助が討ち死にしたため家督を相続し、美の大垣上主十三万国を領した。天正十三年には、同じ十三万国で、岐阜上主となった。その後も奇州聖伐や富山の役、九州平定など秀吉の主要な合戦の大半に従軍した。 天正十五年六月二十一日から、橋場岐阜辞従として所見される。天正十六年、十四に下辞十二助人、豊臣政を下使された。天正十八年の小田原征伐、欧州仕置には二千八百の兵を率いて参加した。そのため戦後の同年九月、三河国のうち、厚見、保井八名、下ら四軍において十五万二千国に加増され、吉田城主となった。 また、在京の老前として、伊勢国オグリス賞を与えられた、吉田城主時代は、同時期に、尾張に入部した、豊臣秀次に付属させられたと見られており、そのため、文禄の役に際しては、国内守備の任務にあった秀次に禁じして、吉田城に泊まり、東国経営の任に当たっている。朝鮮出兵に関する任務としては、大船建造や、 兵糧米の名古屋城改層を命じられている。また、伏見城武人や豊臣秀康の山と田内城武人を務めた。豊臣時代、テルマサは豊臣一族に準じて遇された。文禄三年、秀吉の仲介によって、徳川家康の娘、徳姫をめとる。テルマサの性質、糸姫は年高を出産した際、出血が止まらず、それが元で病気になり、 実家に帰ったとされる。中川家とはその後も関係が良好で、関ヶ原の戦いの前に、糸姫の弟の中川秀茂は、テルマサの仲介で、家康に忠誠を誓った。文禄四年、関白、豊臣秀治の失脚時、秀治の最小の多くが殺害されたものの、テルマサの妹、若満どこ所は、例外的に除名されており、特別提帳に扱われている。 関ヶ原の戦いの池田テルマサ人はと慶長3年8月、秀吉が没すると家康に接近した。また、福島正則や加藤清正ら武断派の諸将らと共に、行動し、文字派の石田三成らと対立し、慶長4年うるう3月3日、武断派と文字派の仲裁をしていた、前田利家が死去すると、七将の一人として、福島正則、加藤清正、 加藤義明、浅野義長、黒田長政らと共に、石田三成襲撃事件を起こした。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、前哨戦となった織田秀信の守る岐阜城攻略に参加し、福島正則と共に功を挙げたが、本戦では、毛利秀元や吉川広家ら南宮山の西軍の抑さえを務めており、直接の戦闘はなかった。慶長6年2月8日、 徳川秀忠だが、テルマサ邸を訪れたが、これは、関が払い後初めての戸様大名の屋敷への、おなりであったとされる。戦後、岐阜城攻略の功績から針間姫路52万国に、数を違法され、初代姫路藩主となった。ここにテルマサは国持大名としての政治的地位を獲得したのであり、その治療方は当時でも8番目に高いものであった。12月には、14位した。 右子の意見少将に助任された、関ヶ原合戦以後における徳川市一門以外の大名における少将以上の任官は、前年3月における福島政策に次いでのものであり、初期徳川政権における両者の政治的役割の高さを示すものである。慶長6年から慶長を14年にかけて、姫路城を大規模に改修する。慶長11年からは、姫路城と、 同時進行で、加古川流域の改修も始め、加古川の上流の高川の河川開発事業や、下流域の高砂の都市開発事業を行った。また、初代名羅と共に、慶長11年の江戸城不審、同14年の篠山城不審、翌15年の名古屋城不審など、天下不審にも従事し、篠山城不審では、総不審奉行を務めた。また、慶長14年には、 火災で消失した伊勢神宮のマニデンを再建している。慶長16年3月には、二条城における、家康と豊臣秀頼との会見に同席した。慶長17年、肖像遺産儀、及び松平政を許され、松平張政相と称された。徳川政権下において、徳川はじめもん以外の大名で産儀に、任官されたのは出る政が最初である。また、いつを、 ただ次ぐの備前岡山藩二十八万国、六つお、ただの淡路相元藩六万国、弟、長吉の稲葉鳥取藩六万国を合わせ、一族で計九十二万国もの大量を有した。徳川家との縁組は価格を大いに引き上げ、明治維新に至るまで池田家が繁栄する基盤となった。慶長十七年一月にてルマサは中部にかかり、三月には徳川秀田だから、 息子の年高に四通もの書状が送られている。8月には回復し、駿府、江戸を訪れた。23日に、秀忠に敗越した際松平氏を賜り参議に、創生された。参議に任じられたことを謝するため、10月17日に、三大し、その後針前と帰国した。慶長18年1月25日に、姫路にて亡くなる。死因は中部、去年50。 なお、テルマサが中部を患ったと、本田正澄から事情を聞いた家康は、中部の薬として鳥菜園を使わしている。豊臣秀頼の重臣らがテルマサの死を聞いて、愕然として、テルマサは、大阪の教えなり、テルマサよにあらん限りは、関東より気遣いひなく、秀頼公のお身の上無事なるべし、テルマサ即挙の上は大阪は急に滅ぼさるべしと、語ったという逸話がある。家徳は、 長男の年高が継いだ、母所を、子してる正は、幼い時からハキハキした性格で、成長するに従い、大しくたくましくなった。人となりは豪直で、下の者に望む態度は寛容で、特効を称して検証したと評されている。また、口数の少ない寡黙な人物だったと言われる。あまり物事にはこだわらない性格で、家康から命じられた、寄付ろ責めで、 福島正則と激しい巧妙争いを演じたが、実際には一番乗りの手柄を挙げたにもかかわらず、あっさりと功を譲って、同時に城を落としたことにしたと伝わる。家康の娘、徳姫をめとった際、伏見の徳川屋敷を訪れた照正は、長久手の戦いで、父、常をを打った長井直勝を召し出し、その最後を語らせた。しかし、 なおかつが五千国の心情だと知るとテルマサは不機嫌になり、父の首はたったの五千国かと短索したという。この後、テルマサは家康に、なおかつへの家造を言上をして、なおかつは一万国の大名になった。後に、長池は七万二千国を配慮することになった。徳姫の菩提寺である鳥取の慶安寺の寺伝に、池田テルマサに嫁ぐ、祭の経緯が記されており、 それによると、もともと秀吉は、池田照正に、高志原因を嫁がせようと家康に相談したが、家康が、浅井の娘は、秀田だと、縁組させて、照正には、私の娘と縁組をさせてほしいと頼んだため、秀吉が受け入れたという。通称の三左衛門は、姫路城の三左衛門堀、姫路市内の町名に、三左衛門堀東の町、三左衛門堀西の町として、 名残がある。なお、名前は、テルマサで知られているが、これは、彼が、慶長十二年頃と晩年になって解明した、名前であり、それまでは、テルマサだった。孫の三つまは、テルマサの聖望を尊敬していたという、七条については、関西重修諸家府の池田氏の校から、幼女に関しては論文を出典とした。ありがとうございます。